はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日は今回にね対談決定されていたり噂が、ね、出ている選手でスタメン組んでみました。こんな感じになりましたね。はい、実際こんな感じでねオンラインやっていきたいんですけども、いや今朝のニュースは驚きましたね。まあグリーズマンやがてはね、移籍するかなと思ってました。今朝にね発表されましたということで、グリーズマントップに入れてますね。でトップ3、トップあと2人ですけども、コウチーニョとアザール。まあアザールはレアル行きがかなり濃厚になっておりますが、コウチーニョとかもねまだ不透明な部分はありますし、中盤右からエリクセン、トニクロース、ポグバですね。まあ、ポグバとエリクセン、まあ、トニクロースもね、噂の息は出ないんですが、ディフェンダー陣ですね。まあ、ディフェンダー陣でね、バリオスのみね、ちょっと移籍が決定して、もう移籍しちゃっているという状況にはなるんですが、ここだけね、申し訳ないと思います。そして、デリフト、そしてマルセロ、ここら辺も噂ですが、まあ、リュカ・エルナンデスはね、しっかりバイエルに移籍していきましたね。まあ、リュカのね、今後の活躍を期待したいと思いますが、そして、ケイリオ・ナマス、まあ、ここら辺も噂でしかないですけども、そして、ベンチメンバーですね、移籍が決まっているデヨング、バルセロナに移籍ですね。そして、デロシ、まあ、ここはまだね、発表されていませんが、対談は決定したということでですね、岡崎もそうですね。そして、まあ、ベイルに、アレクシ・サンチェス、ディバラ、ここら辺はね、まだ噂でしかありません。けども、まあディバラとねアレクシス・サンチェスをねトレードのような形で移籍するんじゃないかというような噂もありますが、まあユナイテッド前線というよりはね、まあディフェンダー陣、補強してもらいたいなというところですし、まあディバラねユベントスでまだまだやってほしいなという気持ちもありますが、まあここら辺はねまだ噂ですし、まあまあ今後のね情報に期待しましょう。そして日本人からはですね、岡崎と竹房選んでいきました。まあ岡崎選手はねもうすでに対談が決定して、まあ移籍先はまだ決定しておりませんが、まあ対決定したということでね、今回選出させていただきました。まあ久保選手に関しましてはね、まあかなりいろんなところの噂は出ていますが、まあここら辺もね噂の息は出ませんので、まあ一応ね、今回入れ合わせていただきました。では行きましょう。どうぞ。さあ行くぞ。はい、ということでですね、おっと一戦目ですね。はい、まあ今日もね、ハイライト的な感じで見ていきたいと思いますが、グリーズマンとコウチーニョがね、真下を向いているということで、まあグリーズマンね今週ライブアップで、D なのでね、まあここら辺ちょっと、残念だなと思いつつスタメン変えていきますけども、右にベイル、左にアザール、トップにアレクシス・サンチェスでいきますね。はい、お相手さんですけど、まあメッシ、ロマーリオもいますね。ロマーリオ怖いな。そして右にムバッペ、左にアザールということでですね、まあここら辺しっかり止めていきたいと思いますけども、対戦よろしくお願いします。では行きましょうか。さて、まあサンチェスとかもね久しぶりに使ったんですが、かなり使いよかったですね。まあこういうところも取っていけますしね。はい、アザールからさあ行きましょう。サンチェスに出していく。さあサンチェスから左のベイル。さあベイルが根下で、これは厳しいと。まあベイルキック力あったんで普通に打ってもよかったシーンだとは思いますが、まあいろんな方のね移籍報道が出ておりますけども、まあどの噂が本当になってどの噂が嘘になるのかっていうのもね、今後の期待するところではありますが、さあ行きましょう。まあ今朝にねグリーズマン移籍が発表されて、この夏はねかなり、ビッグディールとかもありそうだなっていうイメージもしていたんですが、まあまあまあそこら辺はね今後の情報に期待していきたいところでありますが、さあ行きましょう。さあトニクロース、トニスクロスがここは取っていけない。さあグリーズマンに出していく。さあマルセロからリュカエルなんです。まあリュカもねバイエルに移籍されましたね。まあバリオスだけねもうすでに移籍されているということでですね、ここら辺ちょっと申し訳ない気持ちもあるんですが、サンチェス取られていく。さあトニクロスからベイル。さあベイルからベイル、ベイル取っていく。アザール、ナイスキーパー。デヘアですね、ここは。いやデヘア本当に強いですよね。さあもうどんどん見ていきましょう。エリクソンにここ取っていく。エリクセンからアザール、アザールからアレクシス・サンチェス、サンチェスから中のエリクセン、ナイスキーパー。デヘアすごいですね。デヘアしっかり止めてくるんだよな。本当にデヘアいいキーパーですよね。ということでですね、1戦目はねここでちょっと終了になってしまったんですけども、しっかり2戦目もね見ていきたいと思います。コウチーニョとアザールがビンゴ出しですね。ここら辺しっかり決めていきたいと思います。スアレスにサラー、これ怖いですね。はいはいはい、まあまあまあしっかりね勝っていきたいと思いますけども、さあ行きましょうか。さて前半キックオフからいきなりケイル・ナバスのねゴールキックから始まりますけども、ここ思いっきり見せたんですね。さあマルセロからヘディングで落としたい。はい、モハメド・サラに取られていく。これね、スアレス、ナイスキーパー。これ素晴らしいですね。ケイル・ナバス、ナイスキーパーでしたね。さあどんどん見ていきましょう。さあグエンズチからポグバ、ポール・ポグバいますね。さあスアレス、スアレスがここオッケー、ポグバが取っていく。さあポグバからスアレスとかもね、まあ心配な部分はありますが、まあコパには間に合うのかな、コパには間に合うという報道を見ましたけども、さあグリーズマンからコウチーニョ、さあコウチーニョからマルセロ、ポグバ、
ポグバ、ここはちょっとグダってラストポグバ打っていくけど決めていけないと。まあ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 、あそこはちょっと苦しい場面でしたね。さあトニークロースから行きましょう。コーナーキックですね。さあトニークロースが蹴っていく。グリーズマンに合わせれない。さあフィリペ・コーチーニョ、フィリペ・コーチーニョどうするどうする。さあポグバ、さあポグバがわー、いやーこれは決まっていけない。ポストに阻まれましたね。さあここちょっとこ、ね、カウンター気にしたいところでありますが、さあここ取っていける。ナイスコーチーニョ。さあコーチーニョからマルセロ、いやここはうまくいかないな。さあここねどんどん下げて、うーこれ厳しい、リュカン厳しい。ポグバ、ポグバには間に合わない。オッケーオッケーオッケー、いやかなりギリギリのシーンでしたね。さあ行きましょう。ケイロールナバスから、ケイロールナバスからウィリアム・バリオスに出して、あデリフトですね、デリフトに出していく。さあバリオス、さあバリオス右サイドバックで使っておりますけども、バリオスのね右サイドバックかなり使いやすいですよね。本当に使いやすいというイメージですが、さあハイライトまだゴールが出ていないぞというところで、ここら辺でゴール出していきたい。さあエリクセンからトニクロース、まあトリクロースね DMF で使ってるんでかなり落ちてくれますね。ここ嬉しいんですよね。さあコウチーニョからどうする。コウチーニョぐんぐん登っていく。さあコウチーニョからグリーズマン、グリーズマン、グリーズマン、素晴らしくない、アザール素晴らしいということで、いやこぼれ球に反応したアザールでしたけども、いや本当にですねグリーズマンとアザールとかね、いやしっかり、アザール FP 欲しかったところでありますが、まあまあまあ見ていきましょう。さあマルセロ、ここ取っていける。スアレス、スアレスこれまずい、ナイスキーパー、いいですねケイロルナバス、素晴らしいキーパーですね。さあトニクロスからアザール、アザールからグリーズマン、ワンタッチでコーチーニョ、アザールじゃないグリーズマンに出していく。グリーズマンからラスト決めてくれ、アザール、これ決めれないんですね。いや惜しいシーンでしたけども、まあかなり詰まっちゃいましたね。ということでですね、前半1対0で折り返していきます。後半もねしっかり勝っていきたいと思いますけども、さあ行きましょう後半ですね。さあ見ていきましょう。バリオスから、バリオスからトニクロース、トニクロースからアザール、いや本当にアザール使いやすいんですよね。さあアザール行きましょう。クロースから、クロースから左のコーチーニョには出せない。ここグエンデジ取っていく、ナイスポグバ。さあポグバから一旦緊急停止して、フィリペコーチーニョ、コーチーニョから、コーチーニョから、さあコーチーニョゾーンに持っていきたい。いやこれのキックフェイントはうまくいかないと、いやこれ怖いですね。さあサラに出していく。サラがおーっとルーレット入れていく。サラのボール、ここら辺で取っていきたい。いやマジか、取っていけない。さあエリクセンで少し気にしつつ、ここはカウンターうまくね回避できた部分でしたけども、さあロナウジーニョ、いや思いっきり開いている、これ怖いぞと。ナイスリカエルなんです。デイビッド・ベッカム打ってくる、危ないぞと。さあポグバ、オッケー、ケイルルナマス、オッケーオッケーオッケー。さあここから反撃に出たいところではありますが、さあバリオス行きましょう。バリオスからアザール、アザール、アザール、ティアニーをぶち抜けるのか、ぶち抜いていく、アザール、アザール、ケディーニー、アザール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 、素晴らしいですね、レン・アザール。いや、本当にレアル加入するのかなっていうイメージですけども、素晴らしいですね、アザール。さあ、どんどん見ていきましょうか。ということでですね、今回はここら辺で終了していきますね。はい、ということでですね、お相手さんの切断に、はい、ということで3戦目ですね。いや、グリーズマンが真下を向いている。グリーズマンをサンチェスに変えていきますね。ということで、今回はこのね、メンツでいきたいと思いますね。さて、お相手さんが、もうディバラ使ってますね。ディバラを前半で使ってくる起用ですけども、右にムバッペだったり、ラキティッチもいましたね。さあ、行きましょう。よろしくお願いします。さあ、ロナウドからのキックオフ、カゼミーロ。さあ、マルキーニョス。ここら辺使ってますね。さあ、クリバリが FP だったかな？ちょっとそこ覚えてないですけども、さあ、マルセロ対ムバッペ。マルセロ対ムバッペ。オッケー、ナイスマルセロ。まあ、とりあえずここはね、しっかり抑えていけますけども。まあまあまあ、ムバッペの速さとかも、どうなんですかね。切り返しのところで取れていけたらいいかなっていうところではありますが、さあ、カゼミールからフライバス。これはオフサイドですね。ディバラがオフサイドポジションにいましたけども。いやいや、まあ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 、どうなるんですかね、移籍報道も。いや、話は戻ってしまいますが、まあ、レアルがね、まだ誰の移籍も発表されておりませんけども、まあ、レアルとかもね、今シーズンはね、来シーズンに向けてしっかり補強しないといけない部分ではあると思いますし、さあ、ここトニースクロースからフィリペ・コーチーニョ。さあ、コーチーニョが、今回、素晴らしいですね。このカーブ力、そして決定力出していきましたけども、素晴らしかったシーンでした、コーチーニョ。さあ、ここもですね、カウンターしっかり
防いでいきたいところでありますが、ディバラが思いっきり上がってくる。ディバラから一発狙ってきますね。まあまあまあ、こういうのも戦術の一つなのでね、まあなんとも言えないところではありますが、さあマルセロからポグバ、さあポグバからトニクロース、いいですね、ポウチーニョ、さあポウチーニョにまたクリバリー、素晴らしい、クリバリがね、いいところで取っていきますね。クリバリからムバッペのボールをポウチーニョが取っていく。オッケーオッケー、マルセロからリカエルなんです、ポグバ、ポグバからデリフトですね。さてここら辺からしっかり2点目取っていきたいところでありますが、さあアザールからバリオスからエリクセン、まあエリクセンのゴールが見たいところでありますね、本当に。さあポグバからポウチーニョから、さあどうする、ポウチーニョからマルセロから中のアザールには合わせれないというところでですね、コーナーキックしっかり見ていきたいと思いますけども、トニクロースのコーナーキックですね。さて誰に合わせるのかと言ったらデリフター、いやポストシットしてアザール、いやアザール今回いい動きですよね、まあいいポジショニングというイメージですけども、さあコーチーニョからアレクシス・サンチェスからアザール、まあ前線ねドリブラーしかいませんけども、いやアザールもしっかり収めてくれるんですよね。さあサンチェス、ここは取っていけない。さあトニクロス、エリクセンが取っていきますね。さあバリオスからエリクセン、さあワイドに展開していきたいアザール、さあトニクロスから裏にはいけない、サンチェスがねラインブレイカーなのでここいけるかなと思いますけどもデリフトがしっかり取っていく、ナイスですねデリフト。さあデリフトからポグバからマルセロポグバからサンチェス、いやここは取られていく、おっとここはね思いっきり、すっかりスライディング受けていきましたけども、ラケティッチのイエローカードですね。さあしっかり狙っていきましょう。さあここはエリクセンでね、エキカをエリクセンに任せて蹴っていきたいところでありますが、行きましょう。さあどうかな、いやーちょっと左でしたね、惜しいシーンでしたけども、さあアラン・マクレガーからの、さあもう前半は終わっていきたいところでありますが、さあここら辺取っていけるのか、さあポグバが取っていけない、さあラキティッチから一発裏が怖いぞということで、ロナウドからディバラコール、ナイスキーパー、素晴らしいですね、あの角度で来られたところをね、ケイロナウスしっかり弾いていきましたけども、いやケイロナウス久しぶりに使ったんですけども、かなり使いやすか良かったですね、しっかり止めてくれますね。さてここクリバリー、いやラストはね前半はここら辺でしっかり終了していきたいところでありますが、ラキティッチからナイス、トニクロスがまだ終わらない。さあコーチーニョが OK、 これで終わりですね。はい、ということで前半は2対0で折り返していきますけども、後半ねしっかりもう1点もう2点取ってしっかり勝っていきたいところではありますが、さあポグバからもう後半は始まっているよというところで、サンチェス取られていく。さあロナウド、ムバッペが怖いぞと、リュカ頼むぞ、ナイス、ここ取っていく、いやムバッペに落ちて、素晴らしいですね、いやいやいや、まあリュカがしっかり取っていったんですけれども、取り切るところまではいけませんでしたね。さあ見ていきましょう、どうかな、ムバッペのボール取っていく、ナイス、リュカエルなんです。さあリュカエルなんですから、マルセロ、バイエル移籍しましたね、リュカエルなんですけども、さあマルセロ取られていく、マルキーニョスからどうする、ムバッペに出してくると思うんですよね。あーラキティッチこれまずいぞと、キーパー出して、ナイスキーパー、これはどうかな、危ないシーンでしたね。はい、ということでどんどん見ていきたいと思いますけども、アラン・マクレガーからの、どうかな、ここ取っていきたい。さあリュカエルなんです、いやロナウドは厳しいですね。さあクリバリー、ナイス、ディバラ、ここは取っていけない。さあマルシェル取っていけるのか、ちょっとここは取っていけませんでしたけども、パスミスを狙って取っていく。さあディバラ、さあ後半からディバラ入れてますね。さあアレクシス・サンチェス、ナイス、いいですね。まあまあ、そこまで来たらね、誰でも決めれるというイメージではありますから、まあ、ラインブレイクしていてね、サンチェスが素晴らしかったというシーンでしたけども、さあ、マルセロからラストプレイになりますか。さあ、ディバラから、アザールがラスト決めていく、素晴らしいですね。やっぱりアザール使い心地いいんだよな。まあまあまあ、コンディションアップデートというか、まあ、ラグアップデートはね、A というところもありますけども、かなりカミカミになりましたけども、さあラスト4対1でこの試合は終わっていきましたね。いやーしっかりね、3戦3勝ということでしっかり
収めていけましたけども、いかがでしたでしょうか。はい、ということでですね、本日はこの今回ね対談が決定、そして噂されているスカットでやっていきましたけども、いかがでしたでしょうか。いやー、これからのね移籍市場ワクワクが止まらねえということでですね、しっかりねここね注目していきたいところでありますが、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。